M48A に加強戦車加強戦車は、戦車の車体に橋梁を乗せて運搬する兵器であり、必要に応じてその橋梁を設置する能力を有する、軍用車両である。戦車橋とも呼ばれる。本社により設置される橋梁は、多くの場合、その軍の主力戦車が通行できる設計となっている。主力戦車を改造して、加強戦車としている例も、少なくない。 戦場における橋梁の設置は公平の任務であり、トラックで運搬できる橋梁機材や船橋が利用されていたが、陸軍の機械化、進撃速度の増加に従い、戦車も通行可能な架橋機材を前線で迅速に展開する必要が生じた。それにより、架橋戦車の開発が行われるようになった。架橋方式には様々なものがある。 車体上部に搭載した橋梁機材を車体前方、または後方へ、そのまま対岸へ押し出す方式、二つ折りに畳まれている、架橋を広げながら対岸へ渡す方式、上下に切り離された左右のパーツを重ねて滑らせながら合体させる方式、さらには車体そのものを橋梁として利用する方式も、ある。具体例としては、陸上自衛隊の91式戦車橋は、 車体上部に折りたたまれた橋梁を搭載し、長さ20メートルの橋を架ける能力を持つ。なお、車体の全長は10.9メートルであり、車体上の倍近い架橋能力を持っている。史上初の架橋戦車は、第一次世界大戦中のイギリス軍の戦車である、マーク・アイ戦車を改造したものである。また、第二次世界大戦においても、法合戦車や、チャーチル付評戦車を改造した。 火競戦車が開発されている。大日本帝国陸軍でも、長合機という火競戦車や、火競機能に加え、地雷除去やブルドーザー、火炎放射器の機能を一つにまとめた、装甲産業機という車両を開発している。アメリカ合衆国イギリスイスラエルソビエト連邦、ロシア西ドイツ、ドイツ日本フランス中国。ありがとうございます。